みたいな、中国人用不合音特性名祭を開催いたします。まず、主催者の、鹿児島県に中高校会会長平仁三郎より開催いたします。おはようございます。おはようございます。すばらくない影響でご承知のようにコロナウイルスで今世の中大変騒がしくなっております。まあ、そういう状況の中でこれだけの方々がお集まりいただいて、第一総領事、前の家臣領総領事が3月で大阪に移転されまして、新しい総領事はまだ来ていらっしゃらない。両国は本国生命祭へのメッセージ、2014年に中国人両国を感謝の日が建てられてから毎年の声明に残留孤児家族、鹿児島県と市の日中友好協会会員たちが日の前に集まり、